n o ー l i n e イ、GO ト MV7500 万回再生突破次なる目標は1億回ファンとアーティストの絆が織りなす感動の物語ファンとアーティストが共に歩む感動の奇跡 n o ー l i n e イのデビュー曲 GO トの MV が7500万回再生を達成したことはただの数字の記録にとどまらないこの成果は彼らの音楽やメッセージが多くの人々に響き 受け入れられている証拠であり、ファンやメディアが注目する理由がそこにはある。特に音楽業界では、これほどの再生回数は、そのアーティストが一つの時代を象徴する存在として認められつつあることを示す。今後、彼らが掲げる次の目標である、年内1億回再生を達成することで、その存在感はさらに大きく広がるに違いない。再生回数の背後には、視聴者一人一人の思いや共感が存在している。 特に日本の音楽シーンでは、アーティストとファンの絆が非常に強い。彼らが一つの目標を掲げると、それに向かってファンが全力で支援する風潮が強い。ナンバーアンダーラインアイも同様に、ファンコミュニティ、ILIs の支援によって、数多くの視聴が積み重ねられ、7500万という記録が達成されたのだ。ファンは深夜にまで至る応援を続け、 MV を繰り返し見ることでその数字を押し上げている。彼らが誇りを持って ILYs の結束力と表現するこの関係はアーティストとファンの協力の象徴的な姿である。ゴートというタイトルも興味深い。これはグレーテストオブオールタイムの略でありまさに最高の存在を象徴する言葉だ。この楽曲のメッセージはこれまでにない挑戦や成功への道のりを描いており 聞くものに勇気と感動を与えるアーティストとしての彼ら自身もまた、挑戦者としての姿勢を見せている。音楽そのものだけでなく、その映像美やストーリーテリングにも注目が集まっている。g ート m v は、視覚的にも非常に凝った作りになっており、ファンの間では一つ一つのシーンに込められた意味を解釈し合う姿が見受けられる。特に逆再生シーンの難しさについて語るファンの声もあり、 その演出がが視聴者に深いい印象を与えてるることがわかる一方で、音楽業界における再生回数の重要性についても考えさせられる。かつては CD の売り上げがアーティストの成功を図る指標だったが、現在ではストリーミングや MV の再生回数が重要視される時代に移行している。再生回数は、その楽曲がどれだけ多くの人々に届き、どれだけの時間視聴され続けているかを示す。 7500万回再生という数字は、単なる記録ではなく、ファン一人一人の支持と関与が積み重ねられた結果である。特に SNS や YouTube のようなプラットフォームが普及する中で、再生回数はアーティストの影響力を測る新しいバロメーターとして機能している。また、再生回数の背後には、ファンの努力だけでなく、ナンバーアンダーライン愛の音楽が広く支持される理由もある。彼らの楽曲は、 現代の若者が抱える悩みや希望、夢に寄り添う内容が多く、リスナーの心を動かす要素が多い。楽曲を聴くたびに新たな気づきを与えることも、その再生回数が伸び続ける一因だ。深夜に、強盗を聴いてテンションが上がるというファンの声もあり、楽曲の持つエネルギーがリスナーの気持ちを前向きにさせていることがわかる。この7,500万回という数字に至るまでの過程には、挫折や挑戦もあったに違いない。 ファンの間では、悔しさから学んだ数字の大切さ、という言葉も飛び交っており、この再生回数の達成は簡単なものではなかったことを示唆している。挫折や困難を乗り越える中で積み重ねられた努力こそが、この記録の背後にある真の価値なのだ。さらに、年内1億回再生という目標も控えており、この挑戦はまだ終わっていない。ファンとアーティストが一体となり、 次なる目標に向けて進んでいる姿は感動的であり、今後も注目を集め続けるだろう。もちろん、再生回数が全てではない。アーティストとしての進化は、楽曲やパフォーマンスにどれだけ魂を込められるかにある。しかし、再生回数のような具体的な目標があることで、ファンとの一体感が生まれ、より強い絆が形成される。特にナンバーアンダーライン愛のように、 デビューから間もないアーティストにとっては、このような目標が大きな意味を持つ。ファンと共に歩む道のりを示す象徴的なものとして、再生回数の達成は一つのマイルストーンとなる。また、音楽業界全体を見渡すと、ストリーミングや MV の再生回数がアーティストの成功を左右する時代が進んでいる。これに伴い、SNS を活用したプロモーションやファンとの交流がますます重要となっている。 ナンバーアンダーライン愛も SNS を通じてファンとのコミュニケーションを大切にし共に目標を達成する姿勢を示している彼らのファンはただの受動的なリスナーではなくアクティブなサポーターとして再生回数の向上や SNS でのシェアを通じて彼らの成功に貢献しているこのような新しい形のファンとの関係性が現代の音楽業界におけるアーティストの成長を支えているしかし このような数字に対する焦点の当て方に対しては批判的な声も存在する。音楽そのものの価値が数字に還元されてしまうことへの懸念や再生回数を競うこと自体がアーティストの本質を見失うリスクがあるとの指摘もある。それでも現代の音楽シーンではこの再生回数という指標が大きな影響力を持ち続けていることは否めない。アーティストとファンの間で目標を共有し、 それに向かって一丸となって努力する姿勢がある限り、このトレンドは続くだろう。結局のところ、再生回数やチャートの順位はアーティストの一側面を示すに過ぎない。真のアーティストの価値は、時間を超えてリスナーの心に残る楽曲やパフォーマンスをどれだけ提供できるかにある。ナンバーアンダーライン愛がその道を進み続ける中で、彼らの楽曲がどれだけの人々に響き、どれだけ長く愛され続けるかが、 本当の成功の指標となるだろう。7500万回再生という偉業を達成した今、ナンバーアンダーライン愛とそのファンにとって、これからが真の挑戦の始まりかもしれない。年内1億回という大きな目標が目前に迫る中で、彼らはさらなる高みを目指して歩み続けるだろう。そして、その道のりには、これまでと同じように多くの困難や喜びが待ち受けているに違いない。それでも、 彼らの音楽が多くの人々に感動を与え、勇気をもたらしている限り、その挑戦は意味を持ち続ける。ナンバーアンダーライン愛が7500万回再生という大きな節目を迎えた今、ファンとアーティストの間に新たな期待感が生まれている。それはもちろん、年内に1億回再生という次なる目標を達成することだ。しかし、この数字の裏側には、それ以上のものが存在している。 1>, 1億回という数字は、ただの統計的な目標であるだけでなく、アーティストとしての成長と影響力、そして音楽が社会に広がる力の象徴でもある。音楽が持つ力は時に予想を超える。特に、ゴートのような楽曲は、ただのメロディーや歌詞以上に、人々の心に触れる何かを持っている。この楽曲がリリースされて以来、ファンからは多くの反響が寄せられ、 彼ららのの生活の一部になっているることが感じられる深夜に繰り返し聴くことで元気をもらったり前向きな気持ちになったりするという声が数多く聞こえる。これは単なる流行りの曲ではなくリスナーにとって心の支えになる存在であることを示している。また音楽が持つ普遍性について考えさせられる瞬間でもある。再生回数が伸びる背後にはさまざまな理由があるだろうが。 そののつとして挙げられるのは、楽曲が国境や文化、言語を超えて愛されていることだ。YouTube や他のストリーミングプラットフォームを通じて、世界中の人々がナンバーアンダーライン愛の音楽に触れることができ、そのメッセージに共感している。特に、g o t は、そのリリース以来、海外からの支持も急速に広がっていることがわかる。再生回数の増加は、日本だけでなくグローバルな視点からも評価されるべきだ。 1>, 1億回再生という次なるステップに向けて、ファンとアーティストの絆はますます強固になっている。SNS を通じてファンが協力し合い、視聴回数を増やすために取り組んでいる姿は、現代の音楽ファンダムの新しい形を象徴している。単に楽曲を楽しむだけでなく、彼らは自らがアーティストの成功に直接貢献しているという実感を得ることができる。これにより、ファン同士の結束力も高まり、一つの コミュニティとしての意識が生まれる ILIs というナンバーアンダーライン愛のファンたちがこの挑戦に対してどれだけ情熱を注いでいるかは SNS 上での活動を見れば一目瞭然だ。